きなりひでチャンネル。どうもこんにちは、日刊スポーツ小谷野俊也さんの芸能情報です。はい、今日ちょっと時間が経っちゃったんですけど、はい、まあ、ベテランの人たちが集まって面白い仕事を時々やるっていうね、はいはいはい、そういうことよくあるわけですけど、私結構ね、あのラジオ日本のね、はい、夕方っていうか午後というか、はい、夏木豊さんね、聞いてるんですよ。僕もね、夏木さんはね、昔寿司屋が一緒でしたね。あ、そう、牛亀寿司新宿二丁目店という篠原涼子がお茶組やってたのの系列店があったんで、よく夏木さんと川内。僕はあの最初はね、昭和40年代ですよ、あの、はい、銀座の三越のね、南街下でね、専属司会者、昼間新人歌手なのか中堅ぐらいの歌手なのか知らないけど、はい、夏木さんがね、そうか、毎日歌手として出てたんですか。いやいや、司会ですね。はいはい、でそれで達者な人だなと思ってね、うん、で調べたら元々は歌手なんね。歌手ですね。歌手ね、元々北本人曰くデビューする前はなんかそういう素人の大会みたいになるじゃないですか、関西地区の代表が天童よしみ、天童よしみさん。ほうほう、で僕は甲子園やつ代表だったんだよって話。すごいじゃない。すごかったんですよ。あ、そうですか。まあ、ね、逆に司会者のね、歌謡賞とかラジオとかのね、そういう方で。で、この間その夏木さんが仲間と一緒になんかステージをやった、はいはい。やりましたね。はい、うん。行ってきました。それはどういうんですか、メンバー。昭和歌謡黄金時代というやつで。昭和歌謡黄金時代。歌手としてですね、まず、湯原正幸さん。雨のバラードの荒木由美子さんの旦那様。そう、この方で、ね、僕なんか雨のバラードから知らない GS にいたわけですよね、グループサンズで。ああ、でもう一人が、これはビリーバンバンの、弟さんの菅原進さんで、はい、白いブランコまた君に恋してる、ね、他にもあるけどね。でなぜか皆さん司会者としておなじみの夏木さんが歌手として出たわけですよ。うん、ああ、そうですか。ね、だからもともと歌手でデビューして、これは船木和夫さんとか、三田明さんとかのあの、昭和の青春歌謡を歌って。へえ、うまいですか、やっぱり。うまいですよ、うん。あ、でもね、ご本人ね、青春歌謡だからあんまりうまく歌っちゃいけないって、こんなもんだと。っていう。あと、司会がですね、うん、千田光男さん。これ年齢的に言うと、千田さんと、湯原さんが76、菅原進さんが75、で、唯一、後期高齢者に入ってない74歳が、夏木豊さんと。ね、まあ、あの、高島さんからしたらね、みんな小僧ですけどね。いやいや、81歳からしたら、素晴らしかったですよね。俺、千田さんは歌ったわけじゃない。千田さんも歌いました。歌ったの？あの伝説の名曲、高原の二人を生歌で聴けると思わなかったです。あの、湯原さんが作ったんですけど、どこでやったんですか。新宿ケントスというのがね、おしゃれなところで。それは何ですか、ライブハウスみたいな。ライブハウスですね。あの、ね、あの、ご飯つまみながら、こう、ビール飲みながら、僕も取材といわれで、ビール3杯ぐらい飲みましたけど ね、はい、ね。昔のルイードみたいな感じですか。そういう感じですね。はい、あんな感じですか。あんな感じですね。あ、まあ、ほら、六本木とかにケントスとかあるじゃないですか。うん、あれの新宿版っていう感じで。なるほど。まあ、いくら入場か。いくらね、7、8000円という感じですね。7、8000円。まあ、ほら、皆さん、不安を持ってる方ですから、はいはいはい、それはそれだけど、だから、ね、まあ、夏木さんの歌も聴けたのもあれですけど、千田さんの高原の二人っていうのは、まあ、千田さんがご本人の言う全盛期のね、銀座ナウから、それこそ湯原さんとドット30とかやってた頃に、湯原さんのところでやっぱり一緒でテレビ出てるから曲のオファーがあったと。加山雄三っぽく作ってくれって言うんで、加山雄三調のパクって作りましたって湯原さんにしたけど、千田さんがね、僕もそれ何回かね、千田さんのラジオ、セイヤングとかも聞いてね、午後10時には高島秀武の大入りダイヤルからこう勉強しないでずっと育ってるから、聞いてたんで、聞いたことあるんですけど、余裕かかれば俺、千田光男の高原の人に生歌聞いちゃったよって言うんで、ね、びっくりしましたね。まあ、千田さんはあの、日本放送の上野治っていうね、ドン上野が育て上げた。はい、で、もともとはあの、ビリーバンバンの司会やってたんですよね。そうですね。で、一応メンバーだったらしいんですよ。メンバー。あ、そうですか。で、デビューの時、君いらないって言われて。で、君いらないって言われたんだけど、で、自分でデビューが、銀座ナウがデビューらしいんですよ。あの、関西の人は誰も知らないけど、関東じゃ誰も知らない人が、夕焼けにゃんにゃんみたいな。銀座ナウでね、千田光はわーっとスターダムに乗ったんですよ。はい、うん。僕、中学校の時だった。あっという間に有名になってね。はい、で、噂のチャンネル。そう、噂のチャンネルで、ゴッドデイちゃん、ね。ゴッドデイちゃん、和田アキ子さん、うん、あとタモリさん。うん、そうです、そうです。不思議な人ですよね。はい、あれでずっとやって、その後、特にこれっていうのもないんだけど、うん、まあ、死なないですわね。うん、いえ、もう。で、こういう風な、いわゆる、まあ、一言で言えば、私も含めてみんなロートルですけど、はいはい、でそれがこうやってなんか
メンバーを組んでですね、新しいものにチャレンジすると案外世間は喜んでくれる。世間も喜ぶから、ね、うん、僕あの今仙台の先に帰った先輩とかも、うん、こっちにも来るように言ってくれよっていうメール来たけど、ご本人たちもおこれいけるなっていうんで、なんか地方も行きたいねっていう話はしてますから。そうかそうか、なんだかんだ言ったって全国区ですからね、みんなね。皆さん全国区ですから。あ、であの暇とお金を持て余した高齢者は待ってます。元気ですから。そうだ。ああ、そういう意味ではあちこちこう回ると待ってる人は必ずいるかもしれませんね。なんだったらね、湯原さんの奥様のね、荒木由美子さんが、ね、最後呼び上げられて、俺はあの渚でクロスデビュー曲歌うのかと思ったけど、そうはいかなかったですけどね。僕はあの荒木由美子さんが出た時は日本放送で新人歌謡選手権っていう番組やってましたからね。本当可愛い子だったね。でまさかね、あの湯原氏に持ってかれるとは思わなかった。だから今だと大したことない13歳上なんだけど、36と23ぐらいで結婚した時はもう犯罪者のように湯原さんやりましたねっていう、ね、もう私なんか口を極めて罵りましたよ。で湯原さんの時にあんまりね、僕のところには来なかった。由美子の時やっぱりねって言ってて、ただホリプロじゃないですか、ホリプロさんその前に、この荒木さんポスト桃江だったんですけど、桃江さんをちゃんとお嫁に出したっていうのがあるから、逆に言うとホリプロさんだと安心してみたいのがあるから、それでよかったのかなって言って、いや僕子供の頃のあれですけど、湯原さんがすごいひどい人のようにね、芸能マスコミがね言ってて、いや13歳ぐらいで今だったら普通ですねっていう話でね。そうですね。でまたね、荒木さんが明るい方で、今中国ですごい人気なんですよ。中国で燃えるアタックってテレビ朝日で83、結婚の前の前の年ぐらい、それが中国で 80% という視聴率が、まだ娯楽のない時ですから。ひえー、いや出るタレントもね年季入ってますけど、書いてる方も年季入ってますからね、ますますの活躍を、小谷野俊哉さんでした。ではまた来週。